ここは連邦初の、連邦で唯一のロボットだけで運営されてる水栽培施設だよ。人間は一人もいないのか。それが驚きなんでしょうか。ロボットはとても有能なんですよ。そうなの。ここのロボットは完全に自立型で、人間の指示を必要としないの。見てわかると思うけど、ここには2種類のロボットがいるの。作業用ドローンは労働とメンテナンスを行うの。管理者、つまり私とグリーンとブラウンは優れた認識プロセッサーを持っているの。複雑な分析と意思決定ができるの。制作者であるドクター・エドワード・グレイが天才だったおかげね。ドクター・グレイはどうなった？他のたくさんの人と同じように戦争で死んだの。ひどい損失だった。ロボット工学と人工知能は制作者が大きな情熱を注いだ分野だった。同じくらい強かったのはテレビに対する情熱だけ。気づいてると思うけど、私は割と変わったパーソナリティを持ってるの。他の管理者と同じように。プリインストールされたロボットのパーソナリティを修正するのは所有者にとって全然普通のことだと思います。どうしてドクター・グレイはこういう独特なパーソナリティを与えたんだろう？天才は絶えず変化するものなの。停滞を嫌悪するのね。ドクター・グレイは普通のミスター・ハンディみたいなパーソナリティに飽きてたの。お気に入りのテレビのキャラクターからインスピレーションを受けて、その結果が私たちなの。他に知っておくべきことといったら、補給が必要ならグリーンに話しかけて、キャップが必要ならブラウンがいくつか雑用をくれるよ。ああ、もう一つあった。質問なんだけど、実は。教えて、ダーリン。この辺りの水に。どう？ホワイト。教えて、ダーリン。この辺りの水についてどう思う？ミニッツメンの一員だ。何か力になれるか？そう。言いたいことはそれよ。あの水。本当にひどい状態なのよ。圧力が低下、放射能が増加。だって実際に有毒よ。肌にどんな影響があるか考えてみて。これは適当ではないと思うけれど、もしミニッツメンが手を貸してくれたら永遠に感謝するわ。何を手伝ってほしいって？ほとんどの水はここから南にある古いウェストンプラントから来てるの。本当に目障りな建物。お願いだから見に行ってくれるかしらね。中もきれいにしてくれる？汚れているはずだから。ちゃんと動くようにしてくれたらきっと何かお礼をさせてもらうわ。
援します。戦闘オペレーションを再開します。入った。下に参ります。仮想会。
に参ります。地表種まきのためにマットフルーツを持って。管理者ホワイト。ダーリン、また会えて嬉しいわ。水の問題解決したんでしょ。もちろんだ。ああ、なんて紳士なの。何かお礼をしなくちゃね。さあ、農産物を持って行ってちょうだい。他に何か欲しいのなら、グリーニーに値引きするようにも言っておくわ。さて、仕事に戻らなくっちゃ。じゃあね。本当に困ってるんだ。何をすればいい？たちの悪い奴がこの付近に住み着いてる。すぐ排除しないと大きな問題に発展しかねない。最悪なことにそこは新しい居住地を作るのに絶好の場所なんだ。安全なら今すぐ移住すると言ってる人たちもいるのに。あそこにある古いワークショップがまだ無事なことを確認してくれたら、移り住んだ誰かがきっと再建してくれるだろう。あそこはもう掃除した。本当に？そいつはすごい。ところでミニッツめに協力することを決めたよ。世の中を良くするには助け合わないと。悪いけど今はあんまりいい話し相手になれそうにない。ごきげんよう。ミニッツめは絶好調だな。あの住民たちに手を貸してやった。新しい居住地の建設が始まったぞ。素晴らしい。この調子でいけば悪党どもから連邦全域を取り戻す日も近い。救助を求める居住地があればまた知らせよう。ひとまず困ってる人がいたら手を差し伸べてほしい。それこそが俺たちの大義だ。グレイガーデンのロボットの困りごとを特定して解決した。もっといいことに彼らはミニッツメンに加わりたいそうだ。はっ、ロボットがミニッツメンになりたいなんて想像もしなかったが、ありかもな。なりたいのなら使ってやれるさ。ここにいるんだから。悪い知らせだ。スーパーミュータントが居住地を襲撃した。奴らのアジトを見つけ出して襲撃を食い止めろ。大問題が起きた。すみません。スロックへようこそ。ここは連邦唯一のタールベリー畑だ。ここの感想はどうかな。スロックだって？なんでその名前になったんだ？俺たちがつけたんじゃない。それを始めたキャラバントレーダーが考えたんだ。数年前にここを始めたけど名前は思いつかなかった。それである日、何時間も雨が降った後に商人の一人が訪れて、人生でこれほどの泥の中を通ったことはないと言ったんだ。それだけの価値があったかと商人に聞いたら、連邦で最高のタールベリーのためなら間違いなく価値があるとさ。ここの仕事は泥の中を進むようなものだ。進むのも一苦労だし汚れるし、でも一日の最後にはその甲斐があったと思える。おそらく気がついてると思うけど、ここにはグールしかいない。あの最低野郎の市長に他のグールと一緒に放り出されるまではダイヤモンドシティに住んでいた。俺たちグールにも歓迎されていると感じる場所がきっとあるはずだと思ったのがこのファームを始めたきっかけだ。なぜ市長に放り出されたんだ？俺たちは醜くてフェラルになって人を殺し、子供たちの悪夢の原因にもなるってあんたらすべすべ肌みんなが言うからさ。ただダイヤモンドシティで一人のグールがフェラルになって誰かを傷つけた事件が一件あったのは事実だ。でも聞くが、
一体何人の人間が突然凶暴になって誰かを殺した？認める気になる以上の数を見てきたよ。ここが他の場所で歓迎されないグールのための隠れ家以上の存在になれるとしたら、これが俺たちが一緒に全力で何かに取り組んだ時に実現できることの例になりうるとしたら、誰しもがここに来るのを楽しみにするような安い値段でいい作物があって笑顔あふれる場所にしたいんだ。もう一度人々に俺たちのことを見てもらえるかもしれないだろう。それなら多分化け物じゃないってことを分かってもらえる。何か力になれることはあるか？実は手伝ってほしいことがあるんだ。トレーダーがいないとタールベリーを販売できない。キャラバンの安全なルートも確保しないと、スーパーミュータントの集団が近くを通るものを手当たり次第に襲ってる。トレーダーも被害に遭った。あのケダモノどもの息の根を止めてくれたら一生感謝するよ。そのスーパーミュータントの件はもう片付いた。本当か？そいつはすごい。ところでミニッツメンに協力することを決めたよ。世の中を良くするには助け合わないと。俺たちの作るタールベリーは、役に立つ努力をするよ。スーパーミュータントは始末した。悩みの種が消えて住民たちは安心してる。神に感謝。一般市民がスーパーミュータントに対抗するのは無理だな。